カッパッパチャンネル。おはかっぱ、岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす。今日はですね、実はカッパッパとリンちゃんは福岡に来ておりやんす。福岡県の皆さん、こんにちは。明日、博多阪急百貨店さんで物産展があるので、今日は、カッパッパとリンちゃんは札幌から福岡にビュービューンとワープしてまいりやんした。明日はぜひ皆さん博多阪急さんお出てくださせ。今日もあのコーナー行ってみましょう。妖怪のあれこれ。妖怪は日本で伝承される民間信仰において人間の理解を超える機会で異常な現象や、あるいはそれらを起こす不可思議な力を持つ非日常的非科学的な存在のこと。あやかし、またはもののけ、魔物とも呼ばれる。福岡ということで、今日は福岡の妖怪をご紹介させていただきやんす。今日ご紹介する妖怪はこちら、馬の足。ヒヒーン。その名の通り、馬の足は馬の足の妖怪でやんす。夜になると古い塀の木の枝に馬の足がブラーンって下がっているんでやんすって。ブラーンと木の枝にね、ぶら下がっている馬の足に気づかないで通り過ぎようとすると、その馬の足にギャーンと蹴られてしまうという言い伝えがあるみたいでやんす。結構痛そう。馬の足って結構脚力が強いそうだから、やっぱ走るじゃないですか。怖い、痛い。今日も書いてみるね。こう例えばさ、塀、木があって、こうまあ塀があった、ここ刺っちゃった。木の枝がぶら下がってて、そこに馬の、ね、馬の足かけない、馬の足がこうぶら下がってるってことでしょ。でここを通るとバンって蹴られちゃうってこと。カッパッパはなんだ、馬の足が伝えたいことは、やっぱよく夜でもよく前を向いて歩きなさいねってことなんじゃないかなって思いました。やっぱり周りをよく見て歩くということはすごく大事だと思います。歩きながらスマホフォンを使う方が増えてるということで、やっぱりそれも危ないと思うので、携帯を見ながらね歩いてたら、もしかしたら馬の足にぶつかっちゃうかもしれないでやんすよ。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうござんす。ブダンスブダンス。馬の足。